はい、こんにちは、くんです。ということでやっていきましょう。ちのじゅうめの清水さん、ちのじゅうめの話、のしからじゅうひょうじんいち、やります。フランク、白では行きましょう。このね、朝方の人狼ジャッジメントは闇が深いからね。闇しかない。闇の中にある。朝なのに。ひどい話だ。てか、SP2 が多いな。今回の部屋はもしかしたら期待できるかもしれないぞ。ただ、エマもいる。ノーマルエマ。一番すごいのがノーマルエマだ。さあ、行きましょう。ランク、白。誰かのために強くなるありが、読みたくない。何なんだろうね、ロケット、ロケットがどうこうって。ロケットでどうこうするの意味がわかんないよな。なんか、アンナ突、いるよ。さて、エマ、まあ分かんないな。ちょっと適当に LINE 見ないと分かんないけど。延長してもしょうがない気がするけどな。とっとと彼氏入れないと。パキシ、何やってんだフレディ一体。だ、なんかダメそうな匂いがするな。ダメそうな匂いがすごいっすね。仮指定エママイクあたり。なんでクリスはグレー精査しないのに囲いなしだとわかるのかな。これグレーツールフな。楽勝案件だな。確かに、なんでだろう。適当か。適当ですか。はい、彼氏へ殴り見ないと占い施設できないよ。占い視点、エマさ、囲い見るなら占いが。そういう話してるわけじゃねえんじゃねえ、エマは。フレディとことんなんかちょっと微妙なやつじゃないか。そんな話してないよ多分。エマちゃん、エマ普通にまっとうなこと言ってるだけだよ。全然まっとうでしょ。マイク、仮して今に無理にログ伸ばしてない。仮して入るのは問題ないと考えてるのに、今のところ来る要素は拾えない。今後変わるかも。難しいな。クリス、起点作りしてるのかな。エマ、グレーツールフなら打ち間違えたな、だけな。打ち間違えた？グレーツールフなら、そうなの？エマの方が良くない？でも、エマすげえいいよね。あまりにも初動が重すぎる。マイクかアンナ。初動が重い。エマ、クリスはグレーツールの発言において、エマはグレー精査してないのに囲いなしたと分かる。この発言よく分かりません。色落ちしてないですが、ろくな考察がない。あ？エマ探してるし、俺の難しめ、なんか、そうだよね。フレディ多分分かってないね。いや、気になるでしょ。クリスの発言は気にならんって言ってるけど、打ち間違いだから気になるっちゃなるよね。まあ、メリルは知らんけど、マイク、しきりにエマ釣りたがる。エマは最初にクリスに突っ込んだりして、サイムラメ位置なんですが、それを理解してない、サルムラか、飛び火してほしくない、と予想。マイク黒なら飛び火しそうな位置、つまり
アンナか、片白ではない、片白ではないアンナかクリスに相方いると予想。まあ、マイクの考察が大事かな。マイクがさ、エマに飛び火したがらないんだよ。まあ、マイクが黒軸ならクリスかアンナだと思うんだよね。エマはそんな、なんか指定マイク、今日の占い位置はエマかな。何言ってんだこいつ。了解。カレーとかにしないのか。まあいいんじゃない。占いゾーン、エマ・フランク。は？ゾーン？アホか。俺今日の発言はだけなんだけど。今日はしか言ってない。なんだこいつ。こいつ進行下手くそだな。バカだなこいつ。ムラリもないし最悪だな。意味不明なんだよこれ。エマを占うってバレちゃうよねこれ。ふざけんなって話なんだよな。クソった、まず相当クソだなこれ。進行やばいぞ。ただとはいえ30秒前、10秒前。やっぱクリスかな。それかなんだかんだエマ占うか。エマ占って、いやどうしよう、マイクが白だった時困るな。マイクが白だった時に困る。マイク黒だったらクリスかアンナ釣ればいいんだけど、マイクが白だったらどうするかとなんだよな。いやどちらにせよこれクリス占っときたいな。エマサイムラメだし、クリス行こうか。 OK。 クリス黒軸だとどうだろうな。10秒前。オッケー、勝ったぞ。いけるいける。いいね。うじうじ言ってる方噛んでくれたな。特に何も言ってないんだ、俺。まあ、クリス黒で、あと、どうすっかな？どこだろうな、これ。マイク占うつもりでしたよ。マイクの色次第です。さて、フレディも色早くして。メリル、黒はないと思います。理由ですが、メリル、黒はないと思うんだよ。メリルも、白置きします。エマかアンナ占いますね。
うーん、っていうか絵馬白でしょ。クリスの言い間違いとやらに最初に突っ込んだのエマですし、ここ肉ろ見えないですよ。超有能エマだな。超有能エマだったなこれ。フレディ、決め打ちできないならアンナからとかでも良いですよ。私目線、名は余裕ありますし、ハリウッドもまだ生存盤面でしょう。了解です。ではアンナ占いますね。マイクシュレ、ショーン今日の場合明日 RPP 来るんでショーン釣らないでしょうか。ショーンつってどうすんの。なんか見れる一気に臭いんですけど。マイクショーでショーの件は明日 RPP 来るんでショーン釣らないでしょうか。神市って、フランク噛むだけでは。しかも、グッジョブ起こされても、別に痛くないですからね。普通に霊能噛んできますよ、メリル。あのさ、フレディ、ここに来てショーン釣りとか言ってるメリル、すげえ臭いんですが。あんな占いした方が良いですか。まあ、あんなにしときますか。一応。よし、もうボコボコだな。まあ、あんな白だったらまあ、メリル釣ればいいんじゃない。で、アンナを占いますと。あ、さよなら。お疲れ様です。ありがとうございました。当初の予想通りでしたね。実はね、俺思うんだよね。このさ、なんか的確な分析みたいなやつあるじゃん。マイクこれだらー、エマだらーみたいな。こういうのってね、別に人狼でもできるんだよね、正直。だから人狼の要素にはなり得ないと思うんだよね。こういうなんか村目みたいな、すげえ発言してるからみたいな。上手い人って別に発言できるし、なんだって。まあ、ショーン噛んだのかな。まあ、ショーン噛みしないとも勝ちない多分これ。メリル髪？ボコボコにしたな。エマ超有能エマじゃん。最近有能エマ多いな。なんかすげえ良かったよ。クリスへのツッコミも謎ツッコミ。まあ良かったね。今サイムラメだったからな普通に。やっぱ喋るから白目黒目って良くないよね。結構いるけど三国無双だったな今回。はい、ということで、無双しました。はい、無双です。
エマちゃんもナイスサポートだったな。気持ちよく書かれました。はい、ということでお疲れ様です。おっつ。